はい、イラストレーターで作ったファイルをアフターエフェクトに読み込んで、そのファイルを、イラストレーターを、アニメーションさせるという、レクチャーというかチュートリアルです。フィルムビデオから、こいつを選択して、まあ、ここで名前は付けれます。で、作成ボタン。この辺はあまり詳しくはしないんですけれども、今回は丸を作りましょうかね。シフトを押しながらビーと伸ばすと正円ができます。で、色味は、まあ、ここで選択してもいいんですが、真っ黒にしときましょうか。真っ黒。で、こいつの大きさはここで変えれますね。変形で。今300ちょいありましたが、150×150 にしましたと。で、もう一個ぐらい作ってみましょうかね。コマンド V で2つありますと。それとは別に、背景が必要ですので、背景は、ここかな。長方形ツール。で、一回クリックして数値入力できます。これはハイビジョンの規格になっております。黒じゃなくて今回白にしましょうかね。まあこいつ一番下のレイヤーに持っていくと。あとボードじゃない。どこだ？こっちか。ここ一番下に持っていく。できますね。じゃ一番全部整理させちゃいましょう。アートボードに対して。こういう感じですかね。で、ここがポイントですね。イラストレーター、アフターエフェクトに持っていくときは、この一つのレイヤーは一つのオブジェクトとして扱われますので、ばらけさせたいです。ということで、イラストレーター、シーケンスビルト。で、必ず外に出してくださいね。で、一番上のやつは、まあ、いらないんで消しときましょう。はい。ということで、保存します。で、保存してますね。ここまででイラストレーターを終了です。次はアフターエフェクツに移ります。次はプロジェクトウィンドウ。今ですね、ウィンドウがちょっと違うかもしれませんが、私は今アニメーションというデフォルトのウィンドウレイアウトにしています。左側にプロジェクトコンポジションなんかこういうのあって、下にコンポジションウィンドウがあります。タイムラインウィンドウかな、があります。なんて名前なんだろう。まあいいや。で、プロジェクトからここでダブルクリックして読み込み画面に出てきて、で、先ほど作ったイラストレーターファイルを選択したいんですが、ここで一つポイントで、読み込みの種類をコンポジションレイヤーサイズを維持にします。で、開く。そうすると2つ出てきましたね。で、さらにですね、まあ、これを素材として読み込めるんですが、新しいコンポジションを作りましょう。新規コンポジションで、ここで名前とかつけときますか。丸、アニメーションの綴りが違ったりして。はい。でですね、ここでいろいろ選択できるんですが、このプリセット、まあ、いろいろありますが、24でやりましょうかね。HTV の24か。24の。まあ、いろいろ変えられますと。で、フレームレートは、ビデオ素材で24で撮った場合、この23.976。まあ、ちょっとこの辺はね、自分のプロジェクトに合わせてください。プロジェクトというか、やりたいことというかね、自分で決めれる、自分の意思だけではなくて事情がいろいろあると思いますので。で、デュレーション、長さはここで変更することができます。これで3万と打てば30秒に変換されます。で、いいですかね。こんな感じです。ポイントとしては、この高さと幅、高さ。で、フレームレート、デュレーション。で、デュレーションは後で変えられます。はい。今できましたね。今しがた作ったものが下のタイムラインウィンドウにあります。ちょっとこれあれですけど。
はい。それで、丸というレイヤー。これ、なんかいくつかアイコンあるんですが、フォルダではない方をダブルクリックしてみてください。そうすると、イラストレーターで作ったレイアウトのまま、こちらに、オブジェクトが、レイヤー3つありましたが、そのようなレイヤー構造になっています。じゃあ、これごと、もう丸っとコピーしちゃいましょう。まあ、これで作業してもいってもいいんですが、これはマスターとして残していくというような感じです。で、こう、コマンド V で。で、ここのですね、今たまたま帯が9分23秒、つまり10秒ぐらいのところで止まっていますが、これを伸ばすことで、こうなんていうんですかね、尺、デュレーションが変更することができます。で、またですね、例えば30秒、きっかりのところで、切りたいっていうときは、こう手でやってるとめんどくさいんですが、シフトを押すと、割といい塩梅のところにスナップしてくれます。シフトをしてます。はい。では今読み込みました。で、これは3つのレイヤーで、背景レイヤーは今回はいじりませんので、ロックしておきましょう。ロックしておきます。で、この丸玉を動かしていくというチュートリアルになっております。で、アニメーションの基本からやりたいんですが、まずパラメータのところの解説をしたいんですが、まあ、左側。ここの部分をクリックすると下にトランスフォームと出てきます。さらにトランスフォームをクリックすると5つのパラメータですかね、出てきますが、今回主に使用するのは位置とスケールというものになっています。では位置を見ていきましょう。位置はこの X と Y というものに対応していて、真ん中が X と Y なんですね。これ例えばクリックしながら左右に動かすと値が変更します。値が落ちていけば小さくなっていけばどんどん左側に行きますし、大きくなれば右に行っていくと。同様に Y、つまり縦は大きくなれば下に行きますし、小さくなると上に行くということですね。また、ウィンドウ上、コンポジションウィンドウ上に直接こういうふうに動かすことも可能です。そうすると、下のここの値も変わっていますね。変わっていると思います。で、またスケールはまあなんとなくわかると思うんですが、値を変えればどんどん大きくなっていくと。で、ちっちゃくなっていくもすると。で、ここの縦横比を変えることもできますが、今回は無視します。はい。で、それで、まあ例えばですね、400% ぐらいにしちゃうと、この辺が荒れちゃいますね。荒れてます。ここで解像度変えられるんですが、まあちょっと荒れてますよね。これ直線ではないと。ただ、こちらは .ai ファイルですので、ベクターデータですので、アフターエフェクトに持ってきても、ここ、まあ、荒れないようにする方法があるんですね。ここを押します。ここですね。左から2番目。押すと、ここが荒れません。荒れないようになりました。これは、あらゆるこういう区形を示すものがなるわけではなく、.ai ファイルだからなります。ping とか、PSD でなるわけではありません。ベクターデータだけですね。まあ、こう入れといても良いでしょう。はい。では、まあ、ちょっとリセットしましょうかね。まあ、2つありますが、とりあえず1つだけ動かしていきます。下の2番目のレイヤーを消しておきます。これ、消さなくてもいいんですが、分かりづらくなるので、そうしておきました。では、キーフレームという、まあ、そうですね。ちょっと馴染みは薄いですけれども、このインジケーターと呼ばれる、まあ、時間を示す場所ですけれども、ここの値変わりますね。今何もアニメーション起きてないので、どこに移動させても同じ状態です。それを0フレーム目、一番最初、一番左側ですね。左側に移動させて、位置を左側、ストップウォッチをクリックしてください。そうすると、なんかこう、ひし形が出ましたね。これがキーフレームと呼ばれるものです。では次に、ちょっと右側、そうですね。これ3秒ぐらいにしておきましょうか。そして、例えば右に動かしてみましょう。グイッと。今クリックして、右にグイッと動かしてます。そうすると、またポチがといいますか、ひし形のキーフレームが出られました。そうすると、ちょっと動かしてみましょうか。左側に移動させて、プレビューボタンをポチッと押します。あ、動きましたね。これは始点と終点。キーフレーム1と2の間をアフターエフェクトが、それぞれ、保管しているんですね。これが、まあ、アニメーションをつけるという基本的な操作になります。では3つ目も押してみましょうか。キーフレーム打ってみましょう。
まあ、2つフレーム目よりも右側に移動して、そうですね、今度は上に行ってみましょうかね。ウィート。はい。今打たれましたね、キーフレームが、ひし形の。じゃあもう一回再生してみましょう。で、マシンのスペックによっては、ここ今、グリーンになってますが、これは、ですね、時々遅くなることがあると思います。今度、どんどん複雑な動き、あるいはちょっとマシンパワーが足りないものでやると、動きに片付きがあると思いますが、これはまあ、ちょっとその都度、アフターエフェクト上ではレンダリングしてメモリにキャッシュしなきゃいけないんですね。なので、まあちょっと時間が遅いよっていう時は、ここがグリーンになっていないからだと思います。なので、まあ時間をかければできると思います。まあこんな感じです。でですね、この保管方法というのがありまして、例えば、今直線的にこう軌道を描いていますが、ちょっと僕の設定では、この環境設定というところで、ですね、こうですね、上から4つ目。初期設定の空間保管法リニアを使用にチェックを入れています。チェックを入れなかったらですね、これ多分デフォルトだとこうなってると思います。ないとちょっとやり直しますが、キーフレームを打つときに打ちました。移動させました。ここまでいいと思います。で、三つ目、上に行ったときに、こう上に行きました。そうすると、こうなんか触ってみるとわかると思うんですが、こう曲がりましたね。先ほどはカクッカクッと、この上コーナーをそのまま直角に上がってたと思うんですが、微妙にこうカーブしながら移動させる。これがリニアではないという状態ですね。これはまあ目指す方向によって変えていただきたいんですが、この状態ですと、このハンドルをまあイラストレーターのハンドルと同じような感じですが、保管方法、軌道を変えることができます。こういうふうにカーブかけたりとか。ちょっと遅すぎましたけどね。まあ、軌道を変えるときは、このキーフレームを選択するか、まあ、この位置のところを選択して、そうすると軌道が出てきます。で、もし出てない場合は、これを隠してると、あ、関係ないか。こういうふうに移動させます。変更させます。で、いられのようにですね、片方だけ、なんというか、今、この方線ですので、こう接するのが直角にこうまっすぐになってますが、こうなんていうかこうガタッというふうにやりたい場合は、オプションかな？オプションをしながらやると片方だけ動かすことができます。オプションをしながら。オプションをしながら。で、多分ね、片方だけ動かして、オプションをしながらどっちか動かして、こういう風になる。でもこの後ね、こっちをオプションしながらやってもリセットされますね。これはちょっとなんか解決方法があれば、あ、コマンドを押しながらやるといけますね。はい。コマンドを押しながらやるといけました。個別に。で、多分普通にクリックしても大丈夫になります。で、もう一回ここでオプションを押しながらやっちゃうと、こうリセットされるんですね。なので一回オプションを押して切り替えたと。ここが切り替わりました。その後は何もせずに移動ができます。はい。で、今ちょっと、まあ何を持ってゆっくりっていうかわかりませんが、結構まあここに行くまでに10秒かかってます。これを例えばキーフレームの位置を移動させることもできます。例えば2番目のフレームを左側に移動させましょう。そうするとどうなるでしょうか。ピュッといって、で、あとはゆっくりになると。まあ、なんとなくわかりますかね。で、さらに三つ目をさらに左にやると、まあ、早く、先ほどよりも早く移動するというふうな感じになります。はい。じゃあ、それとは別にですね、今回はスケールというパラメータもいじってみましょう。一番左側、まあ、ここスタート位置はね、どこだっていいんですけれども、まあ、とりあえず左側にしましょう。スケールポチを押して、ストップウォッチを押して、キーフレーム打たれました。で、この時に2つ目のキーフレームと同じ位置に、
キーフレームを打ちましょう。シフトをしながらインジケーターを移動させると吸着します。でさらにこの値を変えて、例えばすごく大きくしましょうか、まあ、2倍ぐらいにしました。そうすると、うん、大きくなりましたね。じゃあ同様に、今度は同様にと言いますか、3つ目はちっちゃくしましょうか。数値入力も可能です。ここ1回クリックして、こういうアクティブな状態になると数値を例えば45とか23とか打つことが可能です。そうすると1回大きくなってずんとちっちゃくなったというような表現になりました。はい。じゃあまあ基本はですね、これを繰り返していけば、まあ、様々なアニメーションをつけることは可能です。さらに、まあ、2つ目のレイヤー、アクティブにして、こちらにも、まあ、1、スケールと打っていって、まあなんか、いろいろできますよね。まあ、究極、こういった作業を繰り返していくと複雑なアニメーションを作ることが可能です。また、状況次第では、例えばですね、これリニアと呼ばれる、こうなんていうんですかね。この一つ目のキーフレームから二つ目のキーフレームの間をどのように、保管するか、埋め合わせるかということを、まあ、保管方法というんですが、そちらに関しては、また別の機会で、チュートリアル作ってみたいなと思います。まあ、よかったら、後に見てみてください。まあ、簡単に言うとですね、もう言おうとしますけどね。言おうとしますけど、右クリックですね。まあ、この辺でいじりつつ、まあ、これでいろいろやるんですが、まあ、そこもなかなか、テクニカルな部分ですので、それは別途やりたいと思います。じゃあ、まあ、これできたというふうにしましょう。で、最初にですね、コンポジションを作るときに30秒に作りました。で、実際作ってみると、まあ、伸ばしたい、ないしは短くしたいっていうことがあると思います。その時は再びコンポジションから、まあ、これが選択されていることを確認して、コンポジションから、コンポジション設定。今買いましたけど。設定から、ですね、デュレーションを再び変えると、例えば10秒と。10秒は1万と同義なんですが、それはちょっとね、インターフェース上の都合だと思いますけど。はい。まあ、短くなりましたね。まあ、この分を、まあ、最終決定してください。最終決定するのが今のところですね。で、これを書き出します。ファイルから、書き出し、メディアエンコーダー Q に追加と。もできますね。これですかね。そうすると、今、メディアエンコーダーというアドミの別のソフトが立ち上がります。書き出し専用って言うんですかね。プレミアとか、あと、アフターエフェクトでも書き出しまで連携してますし、あとは、なんですね、オーディションとかもこちらで書き出すようなことができると思います。はい。で、まあ、こういうふうに急に追加されました。で、おすすめの書き出し形式なんですが、H264 おすすめです。おすすめというか、YouTube とか上げるときはそこですかね。で、その中で、まあ、いろいろ細かく設定があるんですけれども、ソースの一致。まあ、最初はこの辺から行きましょうか。で、詳しくなったら、まあ、このビットレートとかいじってもいいと思います。で、出力さえ、ファイル先ですが、ここをクリックしてください。ちょっと僕は見切れてますけどね。ちょっともう一回やろうかな。見切れてますが、ここをクリックすると、書き出し先を選択できます。僕はまあデスクトップにしようかな。選択します。準備完了と出てますので、右上のボタンを押してください。そうすると、書き出しが始まります。はい。これがまあステートですね。あんまり重い作業じゃないので、はい、終わりました。では、ここをクリックしてみてください。出力ファイルのところ。そうすると、まあ、ファイルのところに飛びますね。で、ダブルクリックして、まあ、クイックタイムとかで確認してみてください。はい。まあ、以上が基本的な、
基本的な、アフターエフェクトのレクチャーになりました。はい、お疲れ様でした。